さあ出てこいよ、闇の魔法を使う者よ。なぜだ、なぜ我はここにいる。我は確かプリキュアに敗れ、俺のおかげだよ。俺はラブ、お前を復活させてやったのさ。ドクロクシーとかいうやつに代わってな。何、ドクロクシー様をプリキュアに倒されちゃったよ。なんだと。悔しいだろう。なあ、あの邪魔なプリキュア倒してくれない。このガメッチに任せよ。お前たち、プリキュアはどこだ。教えるのだ。教えないとは、お前たちまとめて。私たちはここよ。キュアンプラババン、ダイヤ、ミラクルマジカルジュエリー、二人の奇跡、キュアンミラク、二人の魔法、キュアンマジカル、魔法使いプリキュア。子供たちから離れなさい。ダーヤー、みんな大丈夫。あれ、あなたどうして。我はお前たちを倒すためによみがえったのだ。なんですって、マジカル。それが攻撃だ。おー、そんなパンチではあくびが出るわ。前よりも強くなってる。その通り。この魔法戦士ガメッツはさらなるパワーを手に入れたのだ。どーりゃー、はやっ、そりゃ、まだまだ、うわーりゃー、見たか我の力を。プリキュア、さらばだ。そんなことさせない。キュアスプラババ、エメラルド、フェリーチェファンファン、フラワール、あまねく命の祝福を。キュアフェリーチェ、カーファン。うわ、二人とも大丈夫ですか。フェリーチェ、ありがとう。キュアフェリーチェだと。まさか三人目のプリキュア。その通り。何、そんなの聞いていないぞ。行きます。うん、かみんな、こんにちは。
の2年生だよ。おお、私たちと同じだね。私は朝比奈未来、イザヨイリコよ。私はハラミコトハ、ハーちゃんって呼んでね。マホやマホ。あのミスズちゃんはここで何してるの？モデルさんを探してるの。モデルさん？うん、私の将来の夢はファッションデザイナーになることでね。ファッションデザイナーって？お洋服をデザインするお仕事よ。お洋服のデザイン？ワクワクもんだ！だからみすずちゃん、とってもおしゃれなのね。特にその帽子が可愛いもん。あ、今、ぬいぐるみが喋った。いや今喋ったのは私もふまふまふ。そうなの？そうもふ。人の前で喋っちゃダメでしょ。でもあの帽子すごく、ね、やっぱり。はい、今のは私もふ。ほんと？もはやもふ、よろしくもふ。よろしくね。ああ、そういえばモデルさんを探してるって。そうなの。今度私が作った洋服のファッションショーを開こうと思ってるんだけど、このワンピースを着てくれるモデルさんがなかなかいなくて。わー、かわいい。できたら明るくて元気な子に着てもらいたいなって。そっか、明るくて元気なお友達はいっぱいいるけど、でもみんなにはちょっと大きすぎる感じよね。はあちゃん、ファッションショーだって。モデルさんって、こんな風に歩くのかな。ワクワクボンだ、ワクワクボンだ。わあ、いた。ねえ、これ着てみて。え、明るくて楽しくて元気。未来ちゃんはこのワンピースを着るために生まれてきたのよ。はい。お、そんな。未来にはちょっと小さいみたいね。そんなことないわ。いいから着てみて。やっぱりもっと頑張って。いくら頑張ってもあれは無理よね。でもなんとか。あ、そうだ、それちょっと貸して。え、何するの？いいこと思いついちゃった。キュアップラバパ、ワンピースよ、大きくなれ。できた。はい、着てみて。これって、ちょっとも、これなら着られるでしょ。ダメよ、このワンピースはさっきの大きさだから可愛かったのに、これじゃあ台無しだよ。みすずちゃん、ごめんね。ちょっと貸して。キュアプラパパ、ワンピースよ、元の大きさになりなさい。ごめんね、ワンピースは元通りよ。もう、みすずちゃん、ファッションショー、もうダメ。このワンピースを着る人がいないんじゃ、ファッションショーは無理だよ。え、みすずちゃん、このままでいいの？ううん、いいわけないよね。ファッションショーはみすずちゃんの夢のために大切なものだもん。そうよね、とにかく追いかけるもん。うん、くぅ、何がファッションショーだ、実にくだらん。お前また負けたみたいだね。お前は確かラブ。やっぱりお前じゃ、プリキュアは倒せないかな。違う、さっきのあくまでもう小手調べ。次の作戦はもうちゃんと考えてやる。どんな作戦？ん？ああ、えっとあ
それはだな。作戦なんてないんだろう。いや、素晴らしい作戦がここにちゃんとあるのだ。ほう、まあ早く倒しちゃって言うね。任せとけとは言ったものの、作戦なら あったワンピースだ。奴らが夢中になっているあのワンピースを使えば。もうあの子たち何なの。せっかくこのワンピースを着せてあげるって言ってるのに。みすずちゃん、みすずちゃん元気出して、ファッションショー頑張ってやりましょう。もういい。どうして。だってこれを着る人がいないんだよ。一生懸命作ったのに、かわいそうなワンピース。はい。あ、みすずちゃん、私それはちょっと違うと思うな。未来？何が違うっていうの。そのワンピースとってもかわいいし、みすずちゃんが大切に思ってるのはすごくわかるよ。でもみすずちゃん、ワンピースのことしか考えてないんだもん。考えちゃいけないの。あ、そうじゃなくて、ワンピースと同じようにそれを着る人が笑顔になることも大切なんじゃないかな。笑顔になること。うん、私のお母さんね、アクセサリーのお店をやってるんだけど、お客さんにぴったりのアクセサリーを選んであげて、お客さんが喜んで笑顔になった時が何よりも嬉しいって言ってたの。あ、この帽子。お、この帽子私のママが作ってくれたの。手作りなの。すごい。私のママは私のためにいっぱい洋服を作ってくれて、それが私すごく嬉しくて、だから私もいつか洋服を作って人を喜ばせたいなって。だからファッションデザイナーになりたいのね。うん、私間違ってたよ。洋服はみんなを喜ばせるもの。洋服でみんなを笑顔にしないとね。うん、笑顔は大事魔法。え、笑顔は大事魔法。笑顔なんて何の意味がある。大事なのは力、全てを圧倒するこのパワーだ。あなた、また来たのね。わー、すごーい。そのファッション何？なんだ。うわー、みすずちゃん近づいちゃダメ。よく見せて。なるほど、亀の甲羅のデザインね。危ないから離れて。とっても素敵よ。おお、そうだろ。あ、前も見せて。おう、どうだ。最高。ねえ、これをデザインしたのは誰？いろいろ話を聞かせて。おう、これはだな、って話してる場合ではないわ。お、我が欲しいのはこのカバンとこのワンピースだ。あ、みすずちゃん、ダメ、それを返して。返しなさい。どうしても返して欲しくば、自分の力で取り返してみよう。待ちなさい。私のワンピースが。大丈夫、私たちが絶対取り返すから。みすずちゃんは安全なところへ逃げて。うん、みんな、うん。たあいもない。おい、お前、ん？どうした？どうしたじゃないだろう。そんなものを奪ってプリキュアを倒せるのか？我の作戦である。何？作戦その1。これを使ってプリキュアをおびき寄せる。おお。作戦その2。これらに我が闇の魔法をかけ。魔法をかけ？おっとっと、あとは見てのお楽しみ。今回は期待できそうだな。
さあプリキュア早く来るのだ。ワンピースはここだプリキュア。どうしたプリキュア、プリキュアなぜ来ない。なるほど。我は可愛いか。何してんだよ。これはだな。それが作戦か。いたわ、返しなさい。作戦その1、成功だ。キュアプラパパルビー魔法、キュアプラパパエメラルド、ミラクルマジカルジュエリーレ、デリーチェポンポンミラボール、二人の奇跡キュアミラクル、二人の魔法キュアマジカル、あまねく命の祝福をキュアフェリーチェ、魔法使いプリキュア。今度は赤いプリキュアだな。さあそのカバンとワンピースを返して。断る。それはミスズちゃんの夢が詰まった大切なものだぞ。ならばなおさら面白い。面白いってどういうことよ。それはな、こいつらを我が闇の魔法で。それはダメじゃね。あの人、ワンピースとカバンも、まさか。そのまさかだ、我が闇の魔法で欲張るを。はあ、そんなことさせない。邪魔をするな、我が闇の魔法で。我が闇の魔法で。全然欲張るを呼び出せんではないか。さあおとなしく返しなさい。誰が返すか。待ちなさい。ここまで来れば我が闇の魔法で。諦めなさい。くぅ、しつこいやつらめ。あれ、いない。みんなどっちに行ったかわかるかな。あっち、あっち、それとも、あっち、あっち。あっちね。ありがとう。やつらめ。あ、そうだ。あれ、こっち、確かこっちから声が。よし、今のうちだ。魔法入りました。イデオヨクバール、ヨクバール。手間をかけさせおって。なんてこと。さあ、欲張る、行くのだ、ギョイ。さあ、欲張る。そのワンピースはね、ミスズちゃんの夢だ。いっぱいいっぱい詰まってるの。欲張る。さあ、何笑ってるの。新たな力を得たこのガメッツの欲バールがこんなものだと思うか。なんで知って。欲バール、もう遊びはおしまいだ。欲、欲バール。さあ本当の力を見せてやれ、ギョイ。欲バール。Yeah! Wow!
まだ終わりではないぞ。お前たちにはこれまでやられたリベンジをさせてもらう。行け必殺モデルさん歩き攻撃ガイよくバーガル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 そんなのモデルさんじゃないバカにしないでさあみんなで終わりしてせーのYeah!
プリキュア！ダイヤモンド！せっかく復活したのに、またしても破れたか。ドクロクシー様、やったー！ワンピース早くミスドちゃんに届けてあげよう。ったく騒いだ割には使えなかったな。まあいいや、かったるいけど次だな。ファッションショー、ファッションショー、いよいよ今日だね、みすずちゃんのファッションショー。うん、あのワンピースのモデルさん見つかったのかしら。みんなみすずちゃん、ここにいたのね。ねえみすずちゃん、今日のファッションショーもちろんやろうよ。でもその前に、はい、ミラちゃん、そしてはい、リコちゃん、でんで、はい、ハーちゃん。これはみんなが喜ぶ笑顔が見たくてね。え、私たちに？うん、ワンピースを守ってくれて、そして着る人の気持ちが大切だって教えてもらったお礼。ミスルちゃん、ありがとう。嬉しいわ。ねえ、似合う似合う。あ、そしてこれは、はい、モフル。わあ、嬉しいモフル。あ、やっぱりミスルちゃん、ありがとうモフル。どういたしまして。それでね、みんなに一つお願いがあるんだけど。なになに？何でも言って。みんなに今日のファッションショーに出てほしいの。そんなのお安い御用だよ。って、ファッションショーに私たちが出る？うん、そのワンピースを着てさ、いいでしょ。ということはモデルデビュー？すっごい、出る出る、喜んで。 ありがとう。みんなもミライちゃんたちのファッションショー楽しみにしててね。さて、かわいいワンピースを着て素敵なファッションショー、ワクワクもんだ。ワクワー、大きな拍手。えいえいえい、ワオワフー。さあみんな、どうだったかな、楽しかったかな。楽しかったっていうお友達、はーい。とても楽しかったね。そしてみんな大きい声で応援したり、お名前を呼んでくれて本当にどうもありがとう。さあ、ファッションショーも楽しみなんですが、この後はみんなでダンスを踊ってもっともっと楽しく仲良くしたいと思います。では一緒にダンス踊ってくれるお友達、その場にゆっくり立ってください。はい、椅子の前に立ってみてくださいね。はい、そうしたらみんな準備しますよ。お友達や人やあとベンチ、物にぶつからないように気をつけて立ってくださいね。通路に出ても大丈夫ですよ。さあ、今流れてるね、このエンディングのお歌、みんなで踊ってみたいと思います。あ、お友達大丈夫かな、準備できた、準備できた。あ、大丈夫そうだね。ミラクルたちも準備 OK？ OK！はい、ではみんなで楽しく踊ってみますよ。いきますよ、ミュージックスタート。晴れがいいレイン。
待ってくださいね。あーい、さあどうだったかな。楽しくダンスできたよっていうお友達、はーい。あ、みんなありがとう。レイトくんも楽しかったし、お友達も上手に踊れてましたね。そしてミラクルたちも楽しかったよね。ではこの後も楽しいお時間続きますよ。この後はポラロイド撮影会となります。ということで3人には準備に行ってもらいます。また後で会えるから、またねーのご挨拶しましょうね。それでは行きますよ、せーの、また。